どうも達夫です。この度はご視聴いただきありがとうございます。今回はキークロン K1 日本語配列モデルのレビューをしていきたいというふうに思います。このレビューではこのキークロン K1 JIS モデルの6つの特徴と打鍵音、1ヶ月間使った中で良い点と気になる点について紹介していきたいというふうに思います。まずは開封からです。今回海外の公式サイトからこのキーボードを購入しました。英語のサイトなんですけども意外と簡単に購入できます。今回は購入手順については説明しないんですけども、私のやってるブログの中で購入方法の詳細な手順を紹介してますので、よかったら覗いてみてください。概要欄にリンクの方も貼っておきます。で、商品の中身なんですけども、キーボード本体以外に説明書と簡易取扱説明書、いずれも日本語で書かれてました。これは結構嬉しいポイントでした。で、交換用の、Windows 用のキーキャップとキーを取り外す用のリムーバーで、充電用の USB Type-C ケーブルが付属されていました。はい、それではキークロン K1 JIS モデルの特徴を紹介していきたいというふうに思います。まず特徴1つ目なんですけども、とてもスリムでコンパクトというところです。でサイズについては横幅 46.5cm の縦幅 12cm になっています。で点キー列になっているので横幅がとてもコンパクトになっています。で高さなんですけども、キーボードのフロント側が 2.2cm、 リア側が 2.6cm ということになっていまして、一般的なメカニカルキーボードと比較してもとても薄いかなというふうに思います。これはゲートロン社製のロープロファイルと言われるキースイッチの種類を使っていて、通常のキースイッチと比べて 48% 薄くなっているそうです。重さが約 629g になってます。特別軽いっていうわけではないんですけども、安定性の面からいくと程よい重さかなというふうに思ってます。で本体の素材には高級機グレードのアルミニウムが使われておりまして、マットなブラックと相まってとても高級感があるかなというふうに思います。で剛性もとてもあるので、多少ひねっても、歪みとかもたわみとかも全くないので、安心して使うことができるかなというふうに思います。キーが ABS の樹脂製になっていて、キーの配色が濃いグレーと明るいグレーのツートーンカラーになっています。でエスケープキーだけ赤色になっていて、これが差し色になっていてとてもおしゃれに見えるかなと思います。で最初はですね、 Mac 用のキーキャップが付いているんですけども、 Windows 用のキーキャップも付属していて、簡単にですねリムーバーを使って付け替えることができます。で特徴2つ目が Mac、Windows 両対応というところで、本体上部の切り替えスイッチで Windows と Mac を簡単に切り替えることができます。で iOS と Android 端末にも使うことができるので、コンパクトさも相まって iPad とかのタブレットともですね、とても相性がいいかなというふうに思います。で特徴3つ目なんですけれども、有線無線対応っていうところになります。キーボードに電源と有線無線の切り替えスイッチがついていて、ここでですね切り替えることができます。有線で使いたい場合は USB-A2C ケーブルが付属しているので、それを使って有線接続することができます。で無線の規格は Bluetooth 5.1 になっていて、無線だからといって、遅延が感じられるようなところっていうのは私は感じませんでした。で3台までのマルチペアリングに対応しているので、登録していた端末と、瞬時に切り替えて使うということができます。これは結構便利ですね。で一つポイントなんですけども、このキーボードですね、ちゃんと技的マークがついています。で技的マークって何かというと、総務省が定める技術基準を満たしているかどうかを示しているもので、これがないとですね、電波法違反っていう形になっちゃいます。で最悪の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があるので、日本でこの無線機器を使う場合にはこの技的マークっていうのは必須と言っても過言じゃないかなと思います。よくですね、個人輸入した海外製の格安スマホとか技的マークがなかったりするんですけども、このキークロン K1 の JIS モデルは安心してですね、無線を使うことができるっていうのがポイントになります。はい、特徴4つ目が3種類のスイッチから選択可能っていうことです。このキークロン K1 は購入時に好みに合わせて赤軸、茶軸、青軸、3つのキースイッチから選ぶことができます。でそれぞれの特徴を説明すると、こんな感じなんですけども、赤軸だとクリック感のない軽いキータッチ、
青軸だと、まあ、クリック感があるキータッチで、茶軸だと、まあ、赤軸と青軸の中間に位置するキータッチっていう感じになってます。で、私はある程度のキータッチの感触が欲しかったので茶軸を選択しました。で、結果的に打鍵感もとても心地よくて、満足してます。自分の好みに応じてカスタマイズできるというのがキークロンの良い点かなというふうに思います。特徴5つ目が18種類の RGB バックライトになります。で、このキークロン K1 JIS モデルのバックライトは RGB になってまして、まあ、ボタン1つで点灯パターンというのを変更することができます。まあ、常時光らせたりタイピングに応じて点灯させるといった、まあ、全部で18パターンの中から自分で選択することができます。結構いろんなバリエーションがあって面白いです。ちなみにバッテリーの容量が 2000mAh でバックライトの点灯時間の有無で利用時間変わってくるので、メーカーのスペックによるとバックライトを点灯させると約8時間から40時間の間で、消灯させておくと2週間から4週間ぐらい持つそうです。バックライト不要という方は、まあ、設定で消すことができます。私も最初は結構面白がっていろいろ点灯させたんですけども、あんまり暗闇の中で作業するっていったこともないですし、今は消していることが多いです。で、特徴は6つ目なんですけども、圧倒的なコストパフォーマンスがいいってところです。このコスパの良さがキークロンのキーボードの最大の良さと言ってもいいかもしれません。で、これだけの機能や、まあ、デザイン性を備えていながら価格は84ドル、まあ、レートによるんですけども日本円で約9000円ぐらいになります。公式サイトで購入すると送料が20ドルかかるので合計としては104ドル、まあ、それでも1万2000円ぐらいなので、まあ、それでもまだ安いかなと思います。国内販売されているメカニカルキーボードでこれだけの機能だと1万円台前半で購入できるキーボードはなかなかないんじゃないかなと思います。はい、次にキークロン K1 の打鍵音についてチェックしていきたいというふうに思います。ロジクールの MX キーズとの比較もしていきたいというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。メカニカルキーボードだけあってとてもいいタイピング音と打鍵感です。でロジクールの MX キーズと比較すると、まあ、多少音がするかなといったところですね。なので私の場合そのテレワークの会議中によくメモを取ったりするんですけども、そのタイピングの音が相手に聞こえるのが嫌なので仕事中はですね MX キーズを使って、でプライベートでブログとかですね YouTube の作業をするときはこのキークロンを使うといった形で使い分けをするようなことをしています。はい、ここで約1ヶ月間使い込んで良かった点とこの気になる点を紹介していきたいというふうに思います。でまず良かった点一つ目なんですけども、やっぱり慣れ親しんだ JIS 配列がとてもいいっていうことになります。実はですね私昔ですねキークロンの K8 というモデルを購入して使ってみたことがあるんですけども、結局手放してしまいましたと。というのも、まあ、今回発売された K1 以外ですね JIS 配列のモデルっていうのは全く販売されてなくて、 K8 は英字配列だったんですね。でただまあそのかっこいいスタイルに惚れ込んで買ったものの、英語配列でも、まあ、慣れれば使えるというふうに思ってたんですけども、基本的に仕事ではですね会社から与えられているパソコンなので JIS 配列を使うことになって、でプライベートでこのキークロンの、K8 は英字配列っていうところで頭の切り替えがうまくできなくてミスタイプが結構頻発してしまいました。自分にはやっぱ JIS 配列がいつも使っているという、まあ、安心感もありますし、
まあ、結果的にこのキークロン K1 の実数モデルでミスタイプも減ったので、やっぱり慣れ親しんだあの実数配列が自分にとってはとてもいいなっていうふうに結論に至りました。良かった点の2つ目がパームレストがいらないっていうところになります。多くのメカニカルキーボードってやっぱり高さがあるので、こういったパームレストがないとだんだん手首が疲れてくるんですね。で、自分はこのパームレストを使うというのが正直めんどくさくてあんまり好きではなかったです。で、この点はですね、キークロン K1 はキーボードの高さがとても低いので、パームレストがなくても全然疲れません。メカニカルキーボードの、まあ、心地いい打鍵感がありながらもパームレスト不要でタイピングすることができるっていうのはとてもいいというふうに感じました。はい、で、このキークロン K1 を使っている中で1点だけ気になる点がありました。それは高さを調節するスタンド機構がないという点です。で、多くのキーボードの場合、キーボードの高さや角度を調節するこういったあの機構がついているというふうに思うんですけども、キークロン K1 の場合は背面にゴムの滑り止めがついているだけで角度を調節するといったことができません。なので、この角度や高さが合わないという場合には何かしらその下に物を挟んであげて調節してあげる必要があります。で、私の場合はこのままで特には問題ないんですけども、人によっては扱いづらさを感じる可能性があるんじゃないかなというふうに思いました。はい、今回キークロン K1 の実数配列モデルについて紹介させていただきました。デザインと機能、そしてコスパにとても優れていますし、多くの人に慣れ親しんでいる実数配列ということもあって、まあ、初めてメカニカルキーボードを選ぶという方にとっても、まあ、ぴったりな商品かなというふうに思います。で、このチャンネルでは主にガジェットやバイクなどの、まあ、ライフスタイルに関する動画を投稿していますので、動画がお役に立ちましたらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。